Hôm nay là ngày 17 tháng 9 thứ 6. Tối nay hôm bây giờ trời mát mẻ. Sự xin này. Chú こう宅配のまあなんだろうグラブだかショッピーだか宅配の人からちょっと家でね荷物を受け取る予定だって、何かっていうとバインチュントゥバインはお菓子のね、小麦で作ったお菓子バインチュントゥチュントゥラ今は見えないけど、まっちゃんは好きだよね。好きを見る。もう、温めていけない。レーセンまっちゃん。お祭り見る。好き。まあ、月をめでる。鑑賞する。お祭り。中秋の名月。まあ、中秋節ね、こっちベトナム、中国の里のお菓子だよね。だからゲッペバインチュントゥがね、会社からこう支給されるのが届くってね、実は昨日も高い来たんだけど、電話ね取り損ねちゃってね、鳴ってたんだけど聞こえなくて、音の設定がね合ってなくて、で今日は当時設定してたんだけどね、ちょうどオンライン会議でずっとやって、自分も今日は喋ってたから、その時間帯だったんだろうな、すぐね来るかもしれないと思って、すぐ近くにあれ置いてたよね、スマホ置いておいたんだけど、で会議終わってから見たら、うわーっていっぱいまたね連続して1分おきぐらいとかで着信履歴があって、あーイライラして何回も電話してんだろうなと思ってね。で折り返しね電話したんだよね、もう昨日もあって、昨日はSMS でね、ドイオーニャアインコーテディデンニャドイ、私は家にいます、あなたは私の家に来ることができますよっていうふうにね SNS で送ったけど、その返事なくてね、でまた今日朝電話がいっぱいかった、まあ申し訳ないなと思いつつね電話したんだよね。まあなかなか電話はハードル高いんだけど、電話してで、まあ結局相手が言ってるのは分かんないの前提だから、まあ、こっちからね同じこと言ったね、トイデン、トイオーニャトイオーニャアインコーテアインコーテディデンニャトイ、うん、取れますよ、通じるかなと思ったけどね、なんかガーって言ってて、まあ、もう一回繰り返し言ってる途中でガチャって切れちゃった悲しいよねこれはね。電話はこの前もあれか、イオン系列のお店、イオンシティだかなんだっけな、そこのお店がねちょうどあれは独立記念日だからってね、やってるかどうか微妙だったんで電話して聞いてみようと思ったらね、でそういうふうになんて聞いたんだかな、もうくわもうダンボーダンボーファイホンとかって聞いたんだな、うん、そしたらなんかまあ反応なくガチャって消えちゃったからね電話はきついね。でも今日さっきカズさんのねあれでも出て、電話やっぱきついってね、相手の表情をもうこっちも表情も伝えられないし、身振り手振りジェスチャーもできないからハードル高いって話だよね。だけどね、まあ、ちょうどハノイもこれ結構規制緩和がね、昨日のお昼ぐらいから宅配が OK になったりとかね、よほどのこの危険地域以外は開放が進んで、で今日お昼外出てみたらね、近所のなんだまあブンチャーやってるところとかでね、でブンチャーを買って帰ってきたんだけど、帰りによく前はよく行ってたね、テムアンニャアンニャアンニャアンだよね、まあ、ニャ
ャン、テンパンって言うのかな、そういう、まあ、レストラン、ニャンハンっていうほどじゃない食堂ね。そこでおばさんがちょうどシャッター半開きにして店の前にいたから、でまあ、向こうもね、俺の顔知ってるからたまにこうで聞いてみたんだよ。ヒナ、ヒナモグワ、ヒナモグワって言ったら、ああっつって、あのトゥーハイ、トゥーハイって、トゥーハイ、まあつまり来週の月曜日ね、開くっていう感じで、あ、トイセーディー、トイセーディーでん、ね、行きますよっつって、ああ、な、通じてよかったね。前はね、もうだずっと店閉まってて、それ以前も行ってた時もね、まあ注文かろうじて買えない、買えない、買えないと、ね、で、バウニューティアね言うぐらいしかあったけどね。向こうもね、あの、まあこっちは顔知っててもどうせ通じないからって、ね、まあ、英語も喋らない、ね、だけどまあちょっとそれ以外の会話もできたっていうのはね、通じたっていうのは非常に嬉しいね。まあこの外出てね、巣ごもりって基本的には隔離で在宅だけど、だけどまあじゃあ何もできないかっていうと、勉強でもできるし、オンラインでもできるしね。まあだから結果としてはね、ロックダウンといってもその間にも着々と少しでも進歩したかなっていうのは嬉しい、嬉しい、そのまあ結果だったよね。朝の電話のあるはちょっとね、まああるあるだけどね。これレオ聞くためで、今日これちょっと待ってストップですね。今日これあのリズムに乗ってね、この菊炭の、これこそね、菊炭ならではの、まあ特徴的なね、リズムに合わせてこう録音されてるね、会話が録音されてるっていう、そこのコーナーに入っていくんで、まあこう、まあ、シャドーイングしながら聞きながらね、やっていくこともね、まあ今日は最初の何時に飛びますかっていうところがちょっとあったな。よいしょ、じゃあ行こう。じゃあ、電走ぞい。じゃあ、電走ぞい。まいぞ、こばや。お。うん、また最初からちょっと覚えてる。じゃあ、電走ぞい。じゃあ、電走ぞい。まいぞ、こばや。まいぞ、こばや。もいぞ、ど。もいぞ、ど。まいぞ、ら、ちんぞ。白走了，请走。白走了，请走。白哥的呀。白哥的呀。哥的简单耶。哥的简单耶。咋，点走走诶。买走过百呀。没走到，白走了，请走。白哥的呀，哥的简单耶。嗯。好，繰り返しになっちゃった。次行こう。2番、毛布をください。ちおい、ちおい、ザ、はい、ザ、ちょっと新海ちゃん毛布ください。ちょっと新海ちゃん、信じちゃもちゅ、ちょっと待ってください。新ちょもちゅ、
陈大爷，どうぞ。陈大爷，カモンチ。カモンチ。チオイ。ザ、ザ、ザ。ちょうど新会長、ちょうど新市長も中。ちゃんだや、ちゃんだや。カモンチ。次行こう。3番。3、荷物が出てきません。空港ね。行李对方座，行李对方座，新机地址哦，越南，新机地址哦，越南，对方别地址，对方别地址，新海起点客站，新海起点客站。Hắc sẵn Hà Nội Hắc sẵn Hà Nội Hắc sẵn Hà Nội Xin cảm ơn Xin cảm ơn Xin cảm ơn Hành lý tôi không ra Không ra Xin ghi địa chỉ ở Việt Nam Tôi không biết địa chỉ新海一点黑山，黑山下内，下内，新感冒。嗯，ちょっとこれストップして、今のところちょっと丁寧に読んでみよう。あの、ハインリー对方座、方、うん、これね、このペース乗っていくと、方のこの止めて溜めるっていうのはね、できないけどいいのかな。ハインリー。ゆっくり発音重視でいくと、ハインリー・ドイ・ホン・ザ。これがさっきこのね、スピードだと、ハインリー・ドイ・ホン・ザのスピードでしょ。それで、ハインリー・ドイ・ホン・ザ。ハインリー・ドイ・ホン・ザ、まあできなくはないね。完璧じゃなくてもね、その本をね、貯めるっていうところをちょっと意識する。ハインリー・ドイ・ホン・ザ、ハインリー・ドイ・ホン・ザ、ちょっと厳しいけどね。次、新義ディアッチ・オー・ベトナム、ベトナムでの住所を書いてください。新はね、丁寧な依頼。義ディアッチで住所。ở Việt Nam, nghỉ địa chỉ ở Việt Nam, tôi không biết địa chỉ của mà ý xác định nó là không, tôi không biết địa chỉ, 住所がわかりません。ホテルの名前書いてください。新海一天黑山，これもね、要注意。黑山。何回もこれ指摘されたね。発音が黑山。新海一天黑山。ホテルの前書いてください。新海一天黑山。ハンノイ、ハクサンハンノイ、ハクサンハンノイ。新カモン。ああ、もう一個講座。あれ。最後のホテルに行きます。ああ、次のセクション行ったか。最後のホテルに行きますね。アイニード、どちらに行きますか。アイニード。
tôi đi hát sang Sài Gòn. Tôi đi hát sang Sài Gòn. Dạ. Dạ. Dạ, sao thế? Dạ, sao thế này? Chà, chết xe rồi, chú tay đã, à dạ. Chà, chết xe rồi. Bây giờ là giờ cao điểm à? Nhưng mà là sao à? Bây giờ là giờ cao điểm à? Cao điểm, cao điểm à? Trời ơi, suy quá. Trời ơi, suy quá. Anh đi đâu? Tôi đi hát sẵn Sài Gòn. Dạ. Chà, chết xe rồi. Bây giờ là giờ cao điểm mà. Trời ơi, suy quá. Suy quá. Thôi mày thế. Chủ thể này nhau. Anh đi đâu? Đâu? Còn đâu hả nè? Ê, tùy là mà ô nì chí cái cổ đấy nè. Yama Kamu nhau đâu? 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 Anh đi đâu? Anh đi đâu? Tôi chạy nhau sắc. Tôi đi hát sang Sài Gòn. Tôi đi hát sang Sài Gòn. Sài Gòn hotel đi chứ. Dạ. Dạ bán. Dạ. わかりました。チャー、決せぞい。チャー、チャーってこれはどうなのかね、言ってる人は結構いるのかね、ありゃーっていう、しまったとかそういう感じで、チャー、決せぞい。渋滞だ、決せ、決、決、決せ、決せ、これは、なんだろうね。関越語であるけど、ちょっとどの字なのか。あ、挟む、あ、け、けは挟むのね。せばです。胸郭とかその挟む。で、せは、せ、応答のせだから。うん、結成、挟む車。結成ぞ、結成ぞ。車がこう、連なってね、挟んでるっていうようなイメージで。結成ぞ。À, gần đây ở Hà Nội không có chiếc xe, nhưng của mà この後にはね、しかしこの後にはね、また復活結成こういう復活するじゃないかなとね。bây giờ làBây giờ là giờ cao điểm à? Giờ cao điểm. Cái này, 時間, giờ cao điểm, 時間高い, 地点の高い地点, まあ高点, ちょうどこう、クライマックスになってる状態というかね、ラッシャーは高点, giờ cao điểm, ラッシャーは高い状態の地点の時間です。だから。只有高点啊，啥地方？白走了，只有高点吗？高点吗？白走了，只有高点吗？白走了，只有高，只有白走了，只有高点吗？なんて聞いてんだ？ちょい、ちょい、水瓜、水、これもグア、グアじゃなくて、独立させね、グア、グア、グア、バカに成長で。水水瓜水瓜，对水瓜，これもう一回リズムに合わせて言ってみようかだね。最後の音のやつ。よいしょ。はい、シャドウイングで行きます。最後の音に行きます。I need all. I need all.Tôi đi hát sẵn Sài Gòn. Tôi đi hát sẵn Sài Gòn. Dạ. Dạ. Chà, chết xe rồi.
茶結束罪白酒拿走糕点吧白酒拿走糕点吧最爱水果最爱水果我改爱你到对你黑神西宫咋자개세조이바이저라저가오데마저요의수이과요쇼마소이간제네아또네아노아기노공부하시더도기노와아노가이샤노온라인데네마타마니야뜨르아노니치에츠別日サロンか、月にゃサロンっていうので、まあね、盛り上がってないんだけど、一人ね、ずっと参加 してくれる子がいてね。で、あ、その前回の時にね、あいうえお ABC の、日本語的な ABC の発音と、ベトナム語的な ABC の発音を比べてみましょうっていう企画でやってね、まあ、こんだけ違いますね、とね、あの、R。R の発音は、ゾ、ゾ、ロ、ロ、ね、S、S とか、ロ、L はロとかね。その中でね、あの、もう彼がね、じゃあ、今度、私が、この発音を助けてあげましょうと、あなたに助けてあげましょうと。Help me from how to、なんだ、発音するっていう、プランスネーション、プランス。英語で、ね、そこはね、フォローしてくれる。じゃあ、わかりました、お願いします。ああ、いいじゃないと思って、あの、一方的にね、僕からなんかやりましょうってね、日本とベトナムに関係して、こう、交流的なことをなんかやってみましょうってなかなかね、あれだったり、一方的にね、提供する、でも値段もつけてきてどうしようかなっていうところで、まあ、教えてくれるっていうかね、ああ、じゃあ教えてください。それが、あの、ABC はさっき、他のね、あの、あーの、あーあーとかね。あー、あー、おー、う、う、その辺のやつね、とね。で、まあ僕はね、一応、その独学でゼロから始めるベトナム語で結構、あれみっちりやってたから、動画見たりしてね、やってたから、その違いとか、できるできないは別としてこだわってね何が違うかってのはあの分かってたからでも彼はねどうせ分かんないだろうねそういうのがベトナムであるんだろうあるんですよ ABC 以外にもあるんですよっていうような意味合いで教えてやるよっていうんでねありがとく教えてもらったけどで結構意外とね彼にとっては意外にもうちょっと最初違うつもり2回目ぐらいはもうベターっつってねいいですよだからあの期待外れというかね教えがいがあるだろうと思ったら結構 できるじゃんっていう感じだったっぽいよねもう結構いいですよみたいな感じでねなんかいやそらそうこっちは内心そらそうだよこっちは、ね、最初にその違いがねこの前ややこしい微妙に違う母音がたくさんあるっていうところでそこそこねあの練習してきたつもりだからでねそこそこできてるんじゃないなって言われたからね。よかった。はいはい。そうです。あ、で、それでね、じゃあ今度は彼が、じゃあ私のね、あいうえおの発音をチェックしてくださいって、あの日本のアプリを使ってあいうえおの発音の練習やってるけど、それをね、チェックしてくださいって、おお、いいよ。ね、そうそう、そういうリクエストからもちろん喜んでやる。その遊び時間っていうかね、仕事外の時間を使って何かやりましょうってリクエストあれば、何か他にじゃあ日本語勉強してる子がね、じゃあ俺も参加するってさ、ああ一緒にじゃあやろうってね。それいい流れだと思うからね。うん。期待、なんかこうね、参加してほしいんだけど、みんなもね、こんな感じで。はい。